どうも、はじめまして、若松ん。どうも、これいいんすか？もらって、若松ん。あ、こんにちは。あ、なるほど、PR キャラクター。よろしくお願いします、阿部浩二です。あ、なんだ。え、これはちょっと。うわ、俺これ好きなやつだわ。これあれでしょ？ほら。ね、これあの、エロウソクでしょ？ねえ。あれねえ、この江戸時代体が弱くって難題を多く抱えていた徳川綱吉公に難を転じて福となすの意を込めて難点と福寿草を描いたエロウソクを送り、その心遣いを大変喜ばれましたという噂のでしょう。ここに全部書いてあります。全体的に。おお。ね、いろいろ送ってますよ。この間なんかは、まあ笑顔かな。いや、ちょっと若松。なんか突っ込むとかないの？若松恥ずかしいわこっち。いや、エロウソクいいよ、これすごい素敵だもん。うちキャンドルなんかも焚いたりもしますから、たまにはこういったものを焚こうかな。うん、素敵だもんね。ありがとうね、若松。あら、なんですか？うわ、このやつとこのやつとこのやつじゃないか、若松。ちょっとすみません、このリンゴのジュースとお米と熊のやつじゃないか、若松。あ、ら、ほんと？はいはい、わかった。ぜひぜひ。これはすごいわ。ありがとうね。すいませんね、若松さん。若松さん、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 じゃ、若松さん。嬉しい。若松さん、いいやつだな。なるほどね、こよなく愛す侍さんね。ちょっと若松さんと今後仲良くなって合図で仕事もらおう。